やる気、元気、たまき。霊感タロットのたまきのズバーっと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題は、じゃん。イエスかノーでご質問を占うコーナーです。はい、基本的に1日2本動画アップしています。個人鑑定の申し込み方法は、リニューアルして動画概要欄に書いてあります。お知らせ4つお願いします。まず1つ目、オンラインサロンたまきの人生向上委員会では、今日1日の過ごし方とか、習慣運勢とかやってます。で、もう1個の、オンラインサロン、マチュール。こちら無料になりましたので、ぜひ動画概要欄からチェックしてみてください。三つ目、猫チャンネル始めました。ズバッと猫チャンネルでございます。長毛の可愛い猫が見られますよ。で、四つ目、ズバッとタロットはアマゾンとかで発売してます。はい。で、ここからはこのコーナーの説明ですね。イエスかノーでご質問を占うコーナー。まず質問は早い順時系列で読んでます。で、リクエストは固定コメントに貼ってあるリンクの動画のコメント欄に書いてください。今見てる動画のコメント欄には書かないでね。で、一人一回二問までです。で、一回質問したら5日間くらい分けて連投は避けてください。で、すべての質問に答えられるわけではないです。オンラインサロンに行くこともあるし、これはちょっと占えないごめんなさいっていうこともあります。はい。では本日1問目です。ムムコツさん。共演したことはありませんが、南沙羅さんも松村北斗さんの今後のお仕事の縁はあるのか、見ていてとても合いそうだなと思っています。なるほど。あと、プライベートな面での相性。それはどういうこと？男女のってこと？恋愛ってこと？プライベートの縁でもいろいろあって、友情とか、ね、恋愛とか結婚とか。何かしら。なんかね、恋愛運と結婚も違うし、そう、プライベートと一言で言っても、まあ、プライベートでなんか、こう、付き合うっていうか、なんか、接点があるかみたいな感じでいくか。南さんっていう方を知らないんだけど。おぉ。でも、なんかあるんじゃない？ズバッと出ました。一番目は、仕事の縁はあると思います。イエスで。はい。何かしらありそうだと思う。で、プライベートな面って、プライベート、仕事以外で何かこう、接点が、ね。おう、まあ、もう全部ひっくるめるよ。友達も恋人も、なんかプライベートで、あるかどうか。死神の逆、強いカードだけど、ズバッと出ました。どうかなぁ。パッと見てノーかなって思った。死神の逆、断ち切る感じでしょ？断ち切って生まれ変わる、再生する。で、対策注意点、マジシャン、やっぱ仕事とか、なんか共通のね、クリエイティブな何かはないとあれかな。2番目は脳で、はい。続いて、スーヨさん、玉木の占いで天国と地獄はないとのことですが、人は亡くなったらどんな世界で来世を待っているのか、人としての来世を待っている間に、動物、植物、微生物などを多分こう、人間より多分、下みたいな感じだよね。そっちに生まれ変わることもあるのか。2は、一般的に言われてるのから言うと、順番的にないよね。なんか、魂が高いレベルに行くのあるけど、下がることは、ないと思うのよ。まあ、一番目はざっくりなんか、本当にざっくりね、どんな世界って、なんか、もはや霊的な世界ってさ、私たちと全然次元が違うから、私たちの見てる次元で話をしても、わからないっていうか、そもそも何、見え方とか聞こえ方とかそういう、五感みたいな世界じゃないと思うんですよ。六感のその上さらに七感とか、第七感みたいなわかんないけど、なんかそういう世界とかなのかなとか思うけどさ。どんな世界か。
ズバッと出ました。あー。ユートピアではないよね。なんか、こう、明るい世界ではないよ。こうみんなが戯れて草原があって、青空でみたいなのとは多分真逆だと思う。あの、タワーが真ん中にあるでしょ。太陽も星も逆を向いて、恋人も逆を向いてるから、多分暗いよね。基本。何も明るさはないと思う。だが、宇宙みたいなさ、宇宙真っ暗じゃん。あんな、本当になんか、何もないんじゃない？人もいないし、何もいないし、みたいな。暗闇の中、宇宙の中はなんか、霊的なものが漂ってるみたいな。うん。そんな感じがしたけど。だからね、よく言われる。草原があって、青空があって、そこで、ね、魂たちが戯れて遊んで、みたいな。それとは真逆な感じで漆黒の中になんかこうポツ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 ってこう浮かんでいるようなイメージかなと思った。うん。で、人間から動物、植物、微生物など、まあ、魂的に人間より下位みたいな、そういうのに生まれ変わることってあるのか。で、ズバッと言いました。対策注意点にタワー。はぁ、なくはないのか、女帝。なんだろうな。なんだろうね。フォーとマジシャンは逆。そうだなぁ。生まれ変わることもあるか。なんか可能性としてゼロではなさそうだね、なんかね。なんか大激変が起きて、みたいな。うん。魂にとって天変地異のようななんかすごい変な大きな出来事があって、なんかレアなケースかね。うん、あり得るのかな？女帝。女帝何を表すかな？植物、動物。なんだろうね。わかんないや、なんかもう。でも、完全に否定はしてないね、多分ね。うん、なんか理由はよくわかんないし、ね、こんな、こう、ダイヤルかな、これだけじゃ私もうもはや説明できない世界だよね、こういうの。ごめんなさいね、うまく説明、が全然わかんないし、理由もわかんないんだけど、ありえそう。うん。可能性は 0% じゃないみたいな感じでお願いします。0% ではない。うん。レアケースとしてありそうみたいな感じでお願いします。続いて、ユンユンさん。質問1。募金の行き先は本当に困っている人たちのもとへ行っていますか？ユニセフ、盲導犬、赤い羽、その他。これ前占ったね、なんかね。本当に言ってんのかみたいな、なんか闇深いカードが出た気がするんだけど。で、2番目。冷蔵庫の扉にいろいろつけたらよくないか、マグネットか。これもこの前やったね。冷蔵庫、マグネット、なんか、そう、貼り付け系。なんか大事なことをシンプルにやるくらいならいいよ、みたいな。一番ダメなのは広告とかがついたマグネット類ダメって言ってたけどね。もう一回見るか。一番目、ユニセフ、盲導犬、赤い羽、その他。ね、人の手を返すと、どこに本当に行ってるかって、どうやって証明するんだろうね、こういうのって。ユニセフ、ああ、ちょっと、微妙。盲導犬。盲導犬はイエス。赤い羽、微妙、その他、フール、なんとも言えない。ズバッと出ました。盲導犬だけイエスで、ユニセフと赤い羽は、ちょっと、バツって書くのもはばかれるけど、なんか、あんまり 100% ありてないような気がする。なんか、いや、完全になんか、ゼロとかではないと思うよ。ね。例えば、ね、100万円集まった中の100万円本当に何にも
誰かの手に渡っちゃってとんでもないと、全然違う使われ方とかではないけれど、なんかこう、途中で抜かれて抜かれてみたいなことはなんかされそうな気がするな。ユニセフと赤い羽は。なので、盲導犬関係は、丸。ユニセフと赤い羽は、バツっていうのもきついよね。三角ってしといてください。うん、あ、で、その他は、ハテナ。物によるとも全然、だから、タロットさん、そんな物によるから答えらんないみたいな感じだと思う。で、マグネット、学校の予定、カレンダー。ね、前も占った時言ったけど、うちの冷蔵庫は貼れない冷蔵庫でさ、後で知ってさ、貼れないんだ。だから、シンプルなまま言うよね。マグネット。マグネットはやっぱ良くないね。学校の予定。まあ、うん、大丈夫かな。カレンダーもまあいい。うん、ズバッと出ました。マグネット、いつもダメだね、なんかね。マグネット。学校の予定とカレンダーは丸で、うん、つけていいっていう意味で、はい。まあ、キーのカードは節制の逆だから、ちゃんと綺麗さ、秩序は保ってね、みたいな感じはしますよね。うん、ごちゃごちゃになって見ないとか、うん、は、それは本末転倒だよって言ってる気がします。もう、1にも木にも、いや、字にも木にもじゃない、字にも2にも、綺麗で美しくて、ちゃんと機能的に見てる、使ってるかどうかみたいな。うん、そう、その貼ることによってね。うん。はい。続いて、フローゲスさん。イエス・キリストは、剣山でいいのかな、に登ったか。で、2番目。徳島県三好市にある、クリスト神社？ほう。クリスト神社ってな、あるんだ。の、菊の門が付けられてるのは、創建が古代イスラエル由来のためか、それともここで仮装にされた一体のある安徳天皇由来か、安徳天皇の一体は本当か。3番目が何の一体かわかんないんだけど、2番目が2問に分かれてるから、待ってね。1番目、2問目を2つ、3番目って並べちゃう、もうザーって。3問もあるから、3問もっていうか、実質4問もあるから。はい、ズバッと出ました。まず、1番目。丸1、イエス。丸2は、古代イスラエル由来のため。安徳天皇由来じゃない。で、3番目は、イエス。じゃ、ノー、ノーだよ、ノー。え、ん？ノー？タワー。その言い伝えの内容がわかんないんだけど、その安徳天皇の言い伝えが、なんかこう、すごいこう、トラブル、アクシデント的なものならイエスかもね。言い伝えがこう、平和なものだったら、平和なものっていうか、ただのこう、事実、淡々とした事実に関するものとかだったら、ノーって言ってると思う。ちょっと待って、だから丸さんは、はてなってしといてください。言い伝えが何なのかわかんないから答えようがなかった。うん。はい。あ、この言い伝えだから仮装ってことか。あ、そういうことね。仮装された？あ、じゃあノーじゃない？うん。あ、ごめん。何度も。3番目ノーで。はい。続いて、しろしろさん。押し入れの中をきれいにすると運気や体調に変化があるか。に、巨大小惑星。巨大なのか小さいのかわかんないね。巨大小惑星。なんかそう言われるとなんか両方の単語が入ってるみたいな。999にアポフィスが地球に衝突する可能性が高いのは、いつか。はい。衝突だから、まあ悪いカードが出たら、二つ目はね。どれも低いとか出るかもしれないし。まず、押し入れの中をきれいにすると、いいことがあるかな？押し入れ、まあ、クローゼットとかね、そういう収納関係ですよ。タンスでもいいかね。タンス、押し入れ、クローゼットみたいな収納関係をこう、ね、断捨離したり、きれいに保つことは、
運気や体調、これね、地味にありそうな気がするよね。毎日毎日使うものじゃん。毎日のさ、あ、何かがないみたいなストレスとかさ、散らかってるって見るたびに、なんか見るストレスが蓄積されそうじゃない、なんかね。あれ恋人の逆。あれ、そうでもないの？ズバッと出ました。綺麗にすると。押し入れの中を綺麗にすると。あれ、なんか悪いカードが出ちゃって、なんかバランスが崩れる感じが出ちゃった。え、逆なのかな？綺麗にした方がバランスが崩れるの？どういうこと？なんだろう。おー。対策終点に審判。あー、なんか、中途半端な覚悟でやると逆に悪いのかな。すごい覚悟を持って、すっごい綺麗にします。うん。この綺麗にすることによって、私は変わりたいんですみたいな、めちゃめちゃ何か強い信念とか覚悟を持って取り組むといいのかもしれないけど、なんか適当な気持ちでやると逆にストレスなのかな。やりたくないとか。そういうストレス、やりたくないのにやらなきゃってストレスとか、なんか、前と配置が違っていちいちなんかこう、ストレスだわとか、中途半端ならやらない方がいいかもね、なんかね。そんなこと思っちゃった。1は、中途半端ならやらない方がいいっていう感じでお願いします。長いのでちょっと書かないけど。中途半端じゃなくて、もう完璧に、私も押し入れも生まれ変わりますくらいの気持ちなら良さそうな気がする。で、2番目。もう衝突だからね、タワーよ、これは。タワーのカードが出たら、そこが高いかなと思います、可能性は。小惑星が衝突するのをタワー以外の何で表そうか。ね。本当に。2029年ってめっちゃ近い選択肢があるけど。2036も近いけどね。キーのカードは何かな？マジシャンの逆。あー、タワー出た！やだ！あらやだ。ズバッと出ました。2036年4月13日で。うん。いやーね、なんか、どうしようね。うん。あくまで占いですけどね。はい。続いて。ノーボーさん、日本と中国の戦争は起きるか、台湾を含む日本対中国の戦争が起きるか、米国を含む日本対中国の戦争が起きるのか。これはもうなんか、散々私この辺の戦争について占いまくっているので、まずはね、過去動画をたくさんご覧になっていただきたいのと、そう、なので占ってるので、で、静かな侵略みたいなのはありそうだけど、争い戦争みたいなのはないんじゃないって言ってるのもあるので、軽く占うよ。1、2、3。3つ質問があるけど、それぞれ、1枚引きで。あ、1番目、悪魔。うん。2番目、ないかな。3番目もないかな。はい、ズバッと出ました。1番目、1だけイエス。で、2、3はノーだけど、戦争ね。その、何度も言ってるように多分戦争の、この戦争の意味って、武器を使って、何かこう、争う。ね、ミサイルがみたいな、それこそウクライナとかロシアで行われてるような、ああいうザ戦争じゃなくって、領土をね、こう侵略していくとか、買っていくとか、もう中国人だらけになっちゃうとか、そういう意味での、あれだと思いますよ、多分。うん、なんか、はい。なので、そういう意味での戦争、1、イエス。2、3はノーかな。はい。続いて、マヨ大好きさん、6月9日です。はい。洗濯物の干し方でいいのはどれ？5択！はい。これは何？スピリチュアル的にとかじゃなくて、何的になんだろうね。なんか、本当に純粋に
衣類にとっていいかでいいですかね。うん。だよね。そうだよね、多分。いや、この前、西日に洗濯物を干すと、みたいなご質問があったから、干し方にもスピリチュアル的な何かがとかね、なんか、どういう意味で聞いてんのかな、みたいな。多分、普通に聞けばいいんだよ、これは。外干しめっちゃいいね。太陽ですね、お日様さんさん。外めっちゃいいね。多分、これが一番いいだろうな。部屋干し良くない。乾燥機も良くない。浴室乾燥機悪魔です。うん、一番良くないかも。クリーニングいい。はい。ズバッと出ました。はい。1と5で。で、1がもう一番いいです。外干し。まあでもね、花粉とか黄砂とか飛んでる時がね、難しいかもしれないけど、基本まあ、こんなわかりやすく太陽とか出るなとか思って外干しに。ね、部屋干しはなんか、ジメッとしそうな節制の逆だし、乾燥機も力の逆、なんか本来の衣類の力をこう弱めちゃいそうな感じがするし、浴室乾燥機は悪魔だしね、なんかなんだろうね、悪魔ってね、何がそんな悪いんだみたいな。はい。で、洋服やソファーとに吹きかけるファブリーズの消臭力はどのくらいか。ファブリーズ、この前除霊のやつこうね、思い出しちゃった。ファブリーズで除霊はできるかみたいなやつね。衝撃すぎたけど、忘れらんないよ、もう。あ、ちなみに除霊は手をパンって叩いた方が良さそうでしたよ。ファブリーズの消臭力はどのくらいか。一般的にでいいですよね。もうこれ匂いの種類もあるだろうしさ。ね、加齢臭なのか、ただの汗の匂いなのか、タバコの匂いなのか、一般的に、ここかな？ここだな、なんか、わかりやすいな、多分。これ、50%、3で、うん、ここが境目です。うん、半分くらい。うん、それ以上は、ちょっと 60% 以上はないかなっていう感じがします。はい。では、以上になります。これなんかピーンってこうはっきり分かれて気持ちいいね、こういう出方ね。なんか気持ちよくない？スカッてする出方だなと思って。はい。では以上になります。じゃんけんきました。まーきじゃんけん、じゃんけんぽい。グーなのでパーの人の勝ちだよ。じゃあね、バイバイ、ありがとうございます。